ニャオンダンソンです。ということで本日はですね、皆様に、お知らせがございます。お南原清隆さんと、私ダンスマンの2人でですね、ユニットを結成しまして、5月30日に、動画配信デビューという ことになりました。そうなんですね。はい。これはあのダンスマンとナンバラバンバンのユニットなので、ユニット名はダンスバンバンという、ダンスバンバンというユニット名で、デビュー曲がナンバラバンバンバン2と。デビュー曲なのに2、はい、これはあのナンバラさん曰く、マツケンサンバ2にあやかりたいという、それで2もあの文字で、はい、この2、はい、に行きたいということで、ナンバラさん、まあ、作詞ナンバラさんなんで、あのいうことでした。はい。なんか触り どんな曲なんですかそれ。ナンバラバンバンバン、ナンバラバン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 、元気が出る。いや元気出る。やっぱりね、ナンバラバンバンは、あの葉っぱ隊の隊長を経験してるってこともあって、やっぱ元気マスターなんですよ。あ、素敵な。私あのやっぱ改めて思ったんですけど、あの本当にあの多分ね、こう宇宙からの声じゃないですけど、なんか地球にもうちょっとあの元気を与えてほしいと。いうことで、多分なんかこう思うところがあるんじゃないですかね。うん、はい。ダンスマンの25周年のお祝いに南原さんが、歌詞をつけて、ダンスマンがメロディー、それから曲を作って、それでコラボレーションして、お祝いの意味を込めて一曲作ろうという形でやったんですけども。25周年記念ライブで、お披露目した後に、出川哲朗さんの、還暦お祝いのイベントがありました。あの横浜アリーナで、はい、そちらで、披露させていただくことになって、そのあたりからですね、南原さんが、実はちょっと相談があると。なかなか地球人には話せないけども、ダンスはミラーボール星人だからちょっと相談したいんだ、実は自分も宇宙人じゃないかと思ってると。相談があると。相談がある。うすうすちょっと感じてはいたんだけど、自分で、俺もちょっと宇宙人、俺宇宙人かなって思うことがよくあると。まあその一番それを感じてたのが、なんか葉っぱ隊でやったを歌った時とか、ああいうこうちょっとイケイケの曲をあの元気いっぱいに歌った時とかに、何かこう自分の体の中からあの湧き上がってくるものがあると。これは何なんだと、自分でもなんか分かんない、分からないものがあって、これもしかしたら俺宇宙人かもしれないみたいな。そこ遠いっすよ。そうなんですよ。なんかそういうなんかものがあるらしいんですよ。そのなんか地球人南原清隆でいられない、いられない何かが湧いてくる。これは何なんだと。で、なんかこう宇宙からの声じゃないですけど、お前は南原バンバンだと。バンバン星からやってきた、バンバン星からやってきた南原バンバンなんじゃないのかみたいな。ね、ほら地球人みんな笑っちゃうでしょ、鼻で。だからね、だから相談できなかったんですって。なるほどね。で、私に言うか、でも私はでもちゃんと真剣に聞きましたよ、ずっと悩んでたんですね、そこは。そうなみたいなんですよ。で、今回そのコラボしたことで、なんかちょっと見えるものがあると、見えちゃったものがあるということで、ちょっといろいろと私も、真面目にちょっと受け取って、なんかいろいろ各方面に、相談させていただいたら、じゃあちょっとユニットで、思いっきりあの自分の中の宇宙人というものを前面に出して、そのエネルギーを地球にぶつけていくのがいいんじゃないかということになりまして、ユニットを組むことになりました。でですね、
あの何がすごいって、うん、まあダンスバンバの持ち曲としては1曲しかないんですが、ライブをやります。1曲で1曲でライブやります。1曲でどのぐらい時間が、まあ、それはねちゃんとあの、チケット代いただきますから、まあ、常識的な時間はやりたいですよ。やっぱり1時間半半とかは1曲でですか。1曲でです。何分ぐらいの曲なんですか、ね、これはあの普通に、4分弱ぐらいの曲だと思うんですけど、ただですよ、一応ナンバーワンマンとも今のところ何回かミーティングしてるんですけども、逆に1曲しかないから、普通だったら例えばその1曲今回みたいに、お互いナンバーワンマン2っていう曲に対して思い入れがあるわけですよ、思い入れもあるし時間をかけて、あの作ってきました。なのでそういう曲にまつわるお話だったり、あるいはお話じゃない演出の仕方っていうのもあると思う。これナンバー、まあ、いろんな角度から、はい、私あのナンバーバンバンで話聞いてると彼もいろんなライブとかイベントやってきてるんで、すごいアイデアがあるんですよ。いろんな、なるほどトークだけじゃなくてそんな表現の仕方もあるんだとかね。でそれを聞いてると、あ、これ確かにやれちゃうかもしれないな。一曲でも、はい、だこの辺はあのぜひその演出を、ね、楽しみにしていただきたいな。いや面白そうですね、それ聞くとね、はい、もうじゃあ言っちゃいましょう。はい、いいですか。じゃあこれちょっとカットかもしれません。はい、絶対楽しくなると思います。飽きないね、飽きさせない。飽きないって分かんないです。飽きるのかもしれないですけど、それは蓋開いてみないと。そうですね、蓋開いてみないと分かんないんですけど。なんでそんな弱気なんですか。いやいや、ちょっとそういう意味で言うと初めての試みじゃないですか。いやでも斬新ですもんね。聞いたことないです、ね、今ごめんなさい、なんで3人が急に顔がよあのニコッとしたかっていうと、今ちょっとその話せないことを今ちょっと今自分の頭にあって、斬新な YouTube ナンバラバンバンが私に話したことでちょっと頭にあることを今ちょっと説明したんですよ。いやそれできたら面白いです。でしょ、ほらっていう感じです。だから皆さんぜひこれ楽しみにしていただきたいんですよ。もしかして曲もやらないみたいな構成になるかもしれない。いやいやいや、そんなことないですよ。曲はやりますよ。やらせてくださいよ。せっかく1曲あるんですから。それこそ最優秀。最終的には。せっかく1曲あるんですから、やらせてくださいよ。